猫太の宝探し。はい、こんにちは、バン、ハキオレイムです。それでは今回も、こちらのフリームさんから、探してきたこのゲーム、猫太の宝探し、をプレイしていこうと思いますね。なんかすごいタイトル的にさ、こんな見た目なのにすごいなんか猫太、ひらがなだったらまだ可愛らしいかもしれない、でもあえて漢字、作者さんのこだわりを感じる、この作品。これは宝箱なのかな？なんかすごい、ちょっと台形っぽいな。なんかもう少し四角できなかったのかな？あと、いや、ね。シンプルに可愛い。これが猫田くんかな？いやー、すごいね。可愛らしい、ビジュアルだね。僕もこんな絵描いてみたいな。こんな可愛らしい。まあ、そんなざれ事はさておいて、じゃあ早速プレイしていこう。初めからスタート。なんだこれ、だからすごい天気だな。テロップなんかちょっとでかくない？もう少しこれちょっと狭みにできなかったかな。猫田くん顔ちょっと若干隠れてるけど、まあいいや。ある日、猫田は散歩しているところ、一枚の紙が落ちていました。んー、なんだろう。わあ、地図だにゃ。なんて書いてあるんだろう。語尾と、なんかこのな行にゃんっていうあたり、なんかすごいあざといなこいつ。しかしまあこの地図も地図だよ。なにこれ、若干これ見えるけど、罰のある先眠る宝あり。まず現在地どこよこれ。スタート地点が分かんなかったらこれ行くにも行きづらくね。まあいいや、行こう行こう。罰のある先眠る宝あり？もしかしてこれ、宝の地図かにゃ？あー、君がキラーンして、お宝の匂い反応しちゃったよ、猫田くん。眠る宝ありって書いてあるし、そうに違いないにゃ。そうとにゃりゃ、早速、出発だにゃ。ちょっと、僕、滑舌悪い中、ちょっと、すげえ言いづらい、これ。やめてほしいな。じゃあ早速地図の通りに行ってみるにゃ。さあ、猫田くんの外しない宝を巡る冒険、始まり始まり。ここが地図にあった川かにゃ。だからちょっとテロップでかくない？なんかこれ、猫田くんちょっと普通に体半分以上隠れてるけど。あと何これ、岩、草っぱら、これして川か、そしてこれは、うん、どうもこのテロップのデカさが、この幅がすごい気になる。しかし大きい川だにゃ、渡るのも大変そうだにゃ。お、これ来ましたよ皆さん、僕のひらめきピラミキポイント。これ、この岩あるじゃん、この岩を転がして、この川に落として、でこれをこれの上に乗っかって渡るんじゃないの？これ来たっしょ、絶対。僕のもう、頭冴えてる。ちなみにプレイ時間、夜中の2時近くを回っております。こんなテンションでいていいのか、隣の人ごめんなさい。そういえば、あそこに岩があるにゃ。来たよみんな、これ。ほら、ひらめき、ピラミキ。ほら、来た。あそこの岩を動かして川を渡ることができないかにゃ。ちょっとやってみるや。よし、これ来たっしょ。でも猫田くん大丈夫？それ動かせる？よいしょよいしょ。おいっと、腕力だけでいった、もしかして。パシャーン。結構、いや、体サイズの大きい輪だよね。猫田くん結構バカ力。わあ、岩が落ちたにゃ、やったにゃ。あー、かわいい、すごいかわいい、この顔。めっちゃすごい、めっちゃ好き。多分なんかこれ、このなんか波線、きっとここら辺になんか音符あるんだ、この先に音符あるんだけど、見えないよね。これで川を通ることができるにゃ。それじゃ、行ってみるにゃ。あー、ずーずーずーきたね、音符。音符もなんかすげえな、これ。
に細長い、なんか全部全部、なんかこれもそうだしこれもそうだし、幅がなんかでけえ。通ることができたにゃ。次の場所に行くにゃ。さあ次はなんだ。確か木が書いてあった気がするな。なんだこの表現、なにこの背景。これ木か、森の中か。森の中に来たにゃ。でも暗くてよく見えないや。ああそっか、森だからやっぱ木が生い茂って、きっとあれだ、太陽の光が遮られてんだ。もしかしたらもう夕方回ってるのかもしれないね。猫田くん大丈夫、そんな遅くにそんな遊びで歩いちゃって。いや、お家に帰った方がいいんじゃないの。あ、ちょっと待ってにゃ。どうした。おー、かわいい。下早い、どこ行った。やったな。シンプルに噛んだ。やったにゃ、ゲットしたにゃ。それはもしや懐中電灯。だからこのテロップがさ、だから幅でかいからさ、せっかくなんかアイテム見つけたよみたいなアピールしてもさ、ちょっと見えづらくね。これで電気をオンにするにゃ。あ、明るくなったね。これで見やすくなったにゃ。次の場所に行くにゃ。にしても随分親切設定だな。よくこんな暗い森の中に懐中電灯普通に電池入りであったな。さあ次は私山かな。どこだここ。山の山頂まで着いたね。絶対今噛んだよね僕。疲れたにゃ。しかしもう山頂か、早くね。あと何この、あ、待って、これかもしかして。でもさっきネタバレしてた。あ、地図に載ってたバツマークだにゃ。だからさ、ちょっとこのテロップのさ、せめてちょっとなんかここら辺にさ、テロップかか、なんかやる、移動させるとかさ、なんかあったよね。なんでこんなこう移動させることできないの。あー、死んじゃった。いや、なんか分かりづらい、どっからスコップ出てきた。猫田くん、君そんなもん持ってた。このバツマークを貼ればいいのかにゃ。えい。だな、なに、え？わあ、ハート？中からハートが出てきたにゃ。どういうこと？ハート？え、待って、どういうこと？美味しそうだにゃ。いただきますだにゃ。え、食ったハート。チョコレート？いちご味のハート型のチョコレートかな。まだバレンタインまで早いぞ。これ投稿するときってバレンタイン過ぎてんのかな。まあいいや。それはバレンタインになってからのお楽しみってことで。おいしいだにゃ。頑張ってきた甲斐があっただにゃ。しかしなんで食べ物を山の山頂に置いておいたんだ。楽しかったにゃ。え、これで終わり。プレイしてくださりありがとうございました。あ、どういたしまして。そうですね、こちらのゲームですね、あの前回あの僕がプレイしたあのワクワク絵本の作者の方の、ゲームなんですよね。ちょっとホラーゲームってちょっと聞いていたんだけど、あ、今回の本当にもう何にもやんない、本当に完全初形プレイなんですけど、でだからなんかさ、前回みたいにちょっとやばい表現のやつあるのかなと思って、ちょっとあのすごい、いや前回が前回だからマジでちょっと覚悟決めてやったんだよね。特に何もなかったね。すごいなんかハートフルだったね今回は。これで終わるのかな、なんかエンド。なんだ。うわ、そういうこと。皆さん、こっからですよ。猫田 T の人間探ししししし、こちらが本編なんじゃないと。 BGM もマジで怖い。めっちゃビクッとした。きっと前半パートのあの伏線回収なんじゃないですか。あのハートの謎、みんなで暴いていこうじゃないか。じゃあこれがスタートかもしれない、わからないですね。スタート。随分ゆっくり。うおー、なんだこれは。相変わらずこのテロップはでかいんだね、幅。
ある日、猫太は散歩をしているところ、一枚の紙が落ちていました。もう地図の色からして、違う、何かが違う。赤い紙、赤紙、何かを告げるサイレン、サイレン、何かを告げる、ターニングポイント。そしてそれ行こう。なんだろう。いや待って、おかしい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 、なんかおかしい、これ。でも、もう赤い字で、これ、これ、これか、赤いやつ。覚醒、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 覚醒。もう考えるの嫌です。どうした？何があった？こいつはちょっとやべえぞ。何かがやべえ。絶対関わっちゃいけない、これは。わあ、地図でにゃ、なんて書いてあるんだろう。もう、よくわかんない、これ。松のある先、眠る宝あり？相変わらず顔は可愛いね、猫太くんは。もしかしてこれ、宝の地図かにゃ？もう BGM がマジで怖い、ほんとに。さっきまでちょっと大音量だったんだけど、ちょっとごめんなさい。甘いです。は、ボリューム半分ぐらいしてます。もうほんとに無理、マジで。結構きつい。こういうの不協和音っていうのか？わからん。どういうの不協和音だっけ？どれだか、人間になんかすごい不快を与える、なんかすごい音の若干半音外れた音がなんだっけ、なんだっけ、不協和音って言うんだっけな。まあいいや。どんどん進んでいこう、もう恐怖を乗り越えるぞ、今日は。眠る宝ありって書いてあるし、そうに違いないにゃ。そうとねありゃ、早速出発じゃねや。え？ああ、びっくりした。じゃあ、早速、地図の通りに行ってみるにゃ。さあ、こっから何が変わるんだろう。まず川だね。うわー、待って、さっきとなんか背景が違うし、岩になんかちょっと、なんだろう、こう、あっちゃいけない、黒い斑点と、その下からちょっと見える、赤い何かが伸びてるよ。ここが地図に書いてあった川かにゃ。しかし、大きい川だにゃ。渡るのも大変そうだにゃ。そういえば、あそこに岩があるにゃ。あそこの岩を動かして、川を渡ることができないかにゃ。ちょっとやってみるにゃ。やっちゃうの。猫田くん。待って、猫田くん。君さっきと行動違うよね。どっからスコップ出した？なんでスコップ出した？よいしょ、よいしょ。ああ、歪んでる。この空間だけ歪んでるよ。転がってるはずの岩、そのまんま行ってる。何かがおかしい。バシャーン。わあ、岩が落ちたにゃ。やったにゃ。これで川を通ることができるにゃ。それじゃ、行ってみるにゃ。顔は可愛いんだよな、猫太くん。通ることができたにゃ。次の場所に行くにゃ。いやー、すごい、この空間が歪んじゃってるよ。あとなんか岩がなんか伸びてる。なんだろう。形状記憶の岩かな。さあ、森はどうなってるんだ。これじゃ森怖いんじゃないの、結構。やだよ。うーわー、さらにまがまがしいよ。なんだこれは。なんか昔のファミコンのソフトなんかちょっとバグっちゃった時のなんか結構ドゥルルってこうなんか三原色がこうね、砂嵐を起こすみたいな、ああいう感じにそっくりだね。そんな場面を出会ったことあったっけ。まあいいや。森の中に来たにゃ。でも暗くてよく見えないにゃ。あ、ちょっと待ってにゃ。そう、なんでスコープ持ってきた、猫田くん。画面か、安定？え？待てよ。これ、猫ともしかしてやってる？おやおや、これもしかして、僕のダメなひらめきピラミキが発動したかもしれないですよ。ちょっと、でもまだ確証までは至らない。もうこんな、いやーそれもうすぐ行こう、もうダメだ、考えていたら気が狂いそうだ、本当に。やったにゃ、ゲットしたにゃ。これで電気をオンにするにゃ。あー、真っ赤に染まってるよ。猫太くんの世界どうなってるの。これで見やすくなったにゃ。もう声が震えちゃう。次の場所に行くにゃ。
ああ、ちょっと山どうなってんの、山はどうなってんの。ああ、不穏な空気しか流れないよ。山はこれは本当どうなってんだ。山の頂上まで着いたにゃ、疲れたにゃ。あ、地図に載ってたバツマークだにゃ。このバツマークを掘ればいいのかにゃ。えい。さあ、さっきはほど、おい。おや、さっきとなんか違うぞ、形が。これは、もし。わあ、中からハートが出てきたね。これハートって言ってるけどさ、この形状、さっきまでの猫だの気候、これ心臓じゃない。美味しそうだにゃ、いただきましたにゃ。ほら、もうなんか口の周りついてるよ、猫田くんの。美味しいだにゃ。頑張ってきた甲斐があっただにゃ。楽しかったにゃ。ああ。何、ちょっと、Thank you for playing. プレイしてください。ありがとうございました。し。ああ。エンド。このハテナの意味は制作者ということ？どうだったのこの後。待って。え？どうだったの猫田くん。え、ま、へ。もうすべてが嫌になったんだ。君たちを分からせるには、やるしかなかったんだ。やっぱり猫田。さっきの懐中電灯を持ってきたとき。うわぁ、そういうことか。やってるよこいつ。でもどういうこと、君たちを分からせるためには。なんだろう。まあただ僕もきっとすぐに証拠が見つかって捕まっちゃうんだろうけど、首を切り落として川に沈めたのも、樹海に体を埋め込めたのも、落とすために山の頂上で人を袋詰めにしたのも、全部分からせるためなんだよ。後でちゃんと、心臓はもったいないから食べたけど、なんで綺麗な心を持った君がこうも裏切っちゃうんだろうね。そっか、猫田くん裏切られたから、その悲しみで人をやっちゃったんだ。うわー、分からせるため、そういうことか。あー、なんかめんどくさくなってきた。もう捕まっちゃうよりは死んだ方がマシだよね。猫田くん、謝るな。ダメだ。こんな世の中に、もう用なんてないし、君たちを殺して、僕はもう満足だし。待って、君たち、一人だけじゃないんだ。複数人だ。こいつ、うわ、三人ってことか。どうせこのまま、生きていたとしても、いいことなんて、ないでしょ。じゃ、もうこんな世の中からおさらばだね。永遠に苦しんでてね。バイバイ。おお、おお、遠藤、猫田お前。はい、ということで、猫田の宝探し、まあね、特に今回はなんか分岐するっていうあれでもなかったけど、まあね、なんとか普通にクリアできたということでね、クリアしたのか、これは。それ、猫田くんの悲しい物語か。
悲しくも狂気じみた物語、皆さんどうでしたでしょうか。こちらのゲームの制作者さん、まだ他にもね、こういうちょっとねやばいストーリーのゲーム結構あるらしいんですよ。いやー、最後ゾンって来るかなと思ったけど、ちょっとコミカルチックな感じで、ね、優しかったですね、まだ僕に対してははい、いやー、なかなかそれも狂気じみたやべえ話でした。何回言ってんだろう、もう語彙力なさすぎだろ。いやー、今回本当に覚悟してやったからね。うん、まあとりあえず今日はここまでしていきましょう。それでは発狂レイブでした。またね、バイバイ。裏切ったのは君たちだからね。はい、ということでシエスターやっていきましょう。まあ、最近になってね、やっぱそういうフリームさんでのなんかフリーゲームをやるようになってきて、ね、なんかいろんな、いや多分ね、このゲームもそうだけど、前回もそうだし、ね、もう結構前、いや、結構前の年のゲームだからさ、やっぱいろんな有名な実況者さんがプレイしてるゲームはやっぱあるんですよ。でその中でさ、やっぱじゃあ自分はどうやって表現しようかなみたいな、だ自分だったら本当にもう初見でのなんかリアクションでね、あの新鮮な感じを出したいなって言われて、だからもしかしたらこれの動画見てる人の中でもなんかこれ前この人やっていたなみたいな、まあ絶対あると思うさ。だからなんかそういう人たちでもなんか、あ、このレイブンだったらこんな感じなんだみたいなね、そういう人、新鮮さもちょっと味わってほしいわけですよ、僕的には。でもそんなわけでね、やっぱちょっと新しいゲームとかも挑戦していきたいわけなんで、もしね、なんかこの動画見てくれた人の中でなんかこのゲームおすすめだよみたいな、このゲームすごく怖かったよみたいなね、のあったらぜひともなんかコメントいただけたらね、僕もちょっと興味本位でそのゲーム、ね、ちょっとプレイしていこうかなとも思っちゃったりもするんで、はい、だからこれからもなんか頑張っていきますはい、それではハケオレイブンでした。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、ハッキーのレイビンでした。またね。バイバイ。